皆さんこんにちは、証券ママです。今日はくるみのスノーボールを作ります。最後までご覧になってぜひ作ってみてください。それからよろしければチャンネル登録をしていただけたらとっても嬉しいです。それでは材料です。まず薄力粉 70g、 アーモンドプードルを 20g、 それから今日はこれスキムミルクを 10g 入れます。それから今日は上白糖ではなくてぜひ粉砂糖を使ってください。この粉砂糖を 25g、 無塩バターを 50g、 それからですくるみですね、くるみをこれ 20g、 これは空入りしてちょっと小さめに切っておいてください。それからバニラオイルと、あと出来上がってからまぶす時の粉砂糖です。これはできればね、こういった溶けない粉砂糖を使ってください。それでは早速作っていきます。できればこの無塩バターは常温にしておいてくださいね。まずね、じゃあこの粉類をね合わせてふるってしまいます。まず薄力粉 70g と、もう今日これはね測ってあります、アーモンドプードルと、それからスキムミルクですね。これを全部こうやってふるいにね入れて、このねちょっとスキムミルクをねちょっと入れることによってとってもねクリーミーで美味しくなるんですよ。これをねじゃあ先にふるっておきますね。はい、じゃあ粉類が震えました。これは用意しておいてくださいね。そしたらバターですね、バター、無塩バター 50g です。はい、じゃあねこれを柔らかくしていきますね。常温にしておいた方がやりやすいですが、もしあれだったらね、今日はだいぶ前から出しておいたのでもうこんなに柔らかくなってますが、電子レンジの 500W で、そうですね、30秒から1分くらいでしょうかね、溶けない程度に柔らかくしても大丈夫です。これをねマヨネーズ状に柔らかくします。もうねだいぶ柔らかくなってます。はい、だいぶ柔らかくなりました。そしたら粉砂糖 25g を3回に分けて混ぜていきます。はい、こんな感じでよく混ざりました。そしたらねこれに粉類を加えていきます。ちょっとね周りをちょっと取りますね。これ一気に加えちゃって大丈夫です。はい、そしたらねさっくり混ぜます。そしたらねこのね完全に粉が混ざりきらないうちに刻んだくるみ 20g を入れます。はい、そして混ぜます。そしてバニラオイルをですね3、4滴でしょうかね、1、2、3、4、はい、バニラオイルも入れました。そしたらまた混ぜますね。はい、こんな感じにね、だいたい混ざって、こんな今はまだポロポロの感じですよ。これをね、ちょっと手でね、一塊にしていきます。こうやってボウルに押さえつけていくと、これが一塊にまとまるのでね、こうやってつけながら。こんな風に一塊になりました。そしたらね、ラップに包みます。はい、そしたらね、ラップに包んでいくんですけれども、後でね、これを一つずつ分割して丸めていくので、
伸ばしますね。伸ばしてから冷蔵庫に入れておくと、あとは冷蔵庫から出してね、カットして丸めていくだけなのだけで簡単なので、成形して冷蔵庫に入れます。はい、こんな感じにね、3ミリぐらいの厚さに四角く伸ばしたら、ラップにしっかり包んで、はい、こんな感じに包んで冷蔵庫でね、最低でも1時間はこれ寝かしたいんですよ。一晩でもいいですし、私はいつも2時間ぐらい寝かすんですけれども、最低でも1時間寝かしてください。それでは冷蔵庫に入れます。はい、それでは生地をね、これ2時間ほど冷蔵庫で寝かせました。もう結構コチコチになっています。もしね、あまりにも硬いようでしたら、少しね、こうやって室温に戻してね、柔らかくしてからこれを切ってください。これをですね、カットしてね、丸めていきます。ちょっと大きいのとちっちゃいのがありますが、だいたい今日は24等分にしました。こんな感じにね、包丁で切りました。はい、そしたらね、これをだいたい7グラムから多分8グラムぐらいになると思うんですけれども、これを手で丸めていきます。ちょっとこうやったね、ちっちゃいのもありますが、ちょっとね、まだ大丈夫ですね。こうやって丸めていきます。こんな感じでしょうかね。こうやって全部丸めていきますね。あとでちょっと大きいのとちっちゃいのはね、調整します。すぐね、こうやって少し硬くても、こうやって触っているとすぐにこうやって柔らかくなるので、手でこうやって丸めているうちにまとまります。こんな感じにね、全部丸めていきます。ちょっと大きいのとちっちゃいのあるのはちょっと調整してくださいね。じゃあ全部やっていきます。はい、こんな感じでね、24個に丸めました。これはお好みで 10g ぐらいにしてもいいですけれども、焼き時間にね、少し影響してくるので、今日はだいたい 7-8g で丸めました。それからですね、今丸めていて分かったんですが、くるみをね、大きめにちょっと切ってしまうと、こうやって丸めてる時割れちゃうので、くるみはね、なるべくちっちゃめにね、切ってください。それからオーブンはすぐに170度に丸める前に温めておいてください。今もう温まっています。そしたらね、これを天板に乗せますね。こんな感じにね、天板に乗せたらば、170度でだいたい20分から25分焼いていきます。はい、一応170度で25分に設定しました。様子を見ながら焼いてください。はい、それでは焼けました。ちょっとね、様子を見て、今日170度で25分に設定したんですが、結局20分で出しました。これ以上ね、焦げるとね、ちょっとね、スノーボールが可愛くなくなっちゃうので。そしたらね、ちょっとこう網の上に乗せました。これでね、完全に冷めたら粉砂糖をまぶしていきます。はい、それではね、クッキーが冷めたのでね、粉砂糖をまぶしていきたいと思います。こういったね、ビニール袋にね、今日は溶けない粉砂糖を入れました。できればね、溶けない粉砂糖でやってください。普通の粉砂糖よりもこの溶けにくいので、あとも後々綺麗だと思います。それではね、冷めたスノーボールをね、ビニール袋の中入れてきますよ。少しずつね、割れると困るので、じゃあやってきますね。これ粉砂糖だいたい 20g ぐらい用意しましたが、だいたい 20g でね、これ足りると思います。これでくるみ入りスノーボールの出来上がりです。こんな感じに美味しそうにできました。はい、それではね、出来上がったので試食してみたいと思います。今日はこういったね、ちょっと
クリスマスのこのナプキンとこのお皿なんかにね、ちょっとクリスマスらしく、ちょっと気が早いんですけど盛り付けてみました。ホワイトデーなんかにもね、いいと思います。それでは一ついただきます。うん、こんな感じです。やっぱりグラニュー糖や上白糖でやるより粉砂糖でやった方がサクホロにできます。ぜひ粉砂糖でやってみてくださいね。そして今日はちょっとスキムミルクを入れたんですが、スキムミルクを入れることによってちょっとまろやかな感じで、とっても美味しいくるみのスノーボールができました。プレゼントなんかにもね、いいのでね、ぜひ皆さん作ってみてください。もう一口いただきます。うん、とってもサクホロで美味しいです。皆さん、ご視聴ありがとうございました。クリスマスやね、ホワイトデーにプレゼントなんかにもとってもいいので、ぜひ作ってみてください。それでは皆様お元気で、またお会いしましょう。バイバイ、またね。証券ママでした。